どうも皆さん,こん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、今日ね、もう鬼滅の刃コラボガチャが終了してしまったんですが、この動画でですね、鬼滅の刃ガチャの当たりキャラ最終ランキングトップ5を話していこうと思います。はい。で、 この動画でトップアを話すんですけども、もう皆さんは今からキャラをね、引いたりすることはできません。もう強いてたら交換所がね、今日の0時に終わってしまうんですけども、ゆうこルチャンネル的にね、最終的にこのキャラがね、これから使えそうだなっていう5体を最後紹介して、鬼滅の刃コラボの終了動画とさせていただければなと思います。まあ、多分ね、あの、鬼滅の刃キャラの動画ってまだまだ上がるとは思うんですが、イベント自体はもうこれで終わってしまったので、まあ、一旦ね、最終評価どんな感じになってるかをチェックしてみてください。ということで、まずは第5位から1位まで発表していきましょう。 <laughs> さあということで第5位はこちら煉獄教授郎ですねはい煉獄さんはもうね無効間で火力出せるのがやっぱり優秀な進化後になっていて高速ルーレット1個生成指2倍2ターンダブル吸収無効化7ターンも偉いですねリーダースキルも火の6個撃77%軽減攻撃30倍3コンボか3個低地ダメージとリーダースキルもね炭治郎相方として非常に優秀になっておりますはいで正直第5位は炭治郎か煉獄の2択だったんですよ そう。で、どっちにしようか迷ったんだよね。で、まあ、選ばれなかったのが6位だったんだけど、今回は6位炭治郎、5位煉獄とさせてもらいました。やっぱ煉獄はね、この進化形態も強いんだけど、やっぱ武器が強くて、まずこっちの武器ですね。えっと、これは、スキルブーストが1つに50、50%以上強化ヒドロ強パラス、チーム HP3 つに HP 強化持ってて、スキル HP3 突に加えて50、50%以上強化で軽く漏れるのがやっぱ偉いかなという風になっております。はい。 で、まあさらに、こっちのね、煉獄武器も、非属性追加スキブ、比裂4つ悪魔キラーに、上限60億6解除火花火が17ターンで撃てて、やっぱ上限60億の軽力に加えてね、6解除花火が打てるってのは、ほんと周回のみで人権で、攻略人権のこっちの武器と、周回人権のこっちの武器2種類が揃っているという視点で、えかなり需要高いキャラになっている上に、炭治郎相方として、リーダースキルもスキルも覚醒も強いということで、今回第5位とさせてもらいました。正直、炭治郎とも第5位はいいかなと思っていて、 まあ、どちらでも問題ないですね。正直、炭治郎に関しても、やっぱ変身形態めちゃくちゃ強いですし、これね。無効うで簡単に軽く出していけて。で、武器もスキブプラス無効う通2ターンヘイスト偉いし、で、この進化後炭治郎も強いし、で、まあ、こっちのスキブ悪魔キラー攻撃キラーチーム HP に2ターンヘイストも非常に強いということで、まあ、炭治郎もしくは連駆前あったんですが、今回は第5位連駆させてもらいました。さあ、次第4位行きましょう。 さあ、続きまして、第4位はこちら、渦井天元がランクインですね。バインドスキブさん封印ボイスにこちら変身後、バインド封印熟語、筒で4つボイスで軽く出するキャラです。スキルが上限50億にね、6解除、非光、回復4個ずつ、生成非光、泥、鏡が2ターンで打てます。でまあ、リーダースキルも全パラ2.4倍に、火,火光、4個消してダメージ、半減、攻撃、15倍、5個もかさ持っていて、リーダースキルもすごい強いキャラになっております。ただ、渦井天元、実は1個だけ問題がありまして、まあ、それは、 火力だだっっっったたらら黒ででででいいいいいし安定感ててう環環境境はあるんですね現環境って結構なんか、渦井天元がぶっ壊れちーと最強かって言われたら、無一郎と黒富のちょっと下っていう立場になってしまっていて、実際これから復刻もね、来ないし、強化も来ない渦井天元っていうキャラクターが、相方も完成している状態でこの評価だと、やっぱり将来性を考えると少し微妙な感じはするんですよね。まあ、とは言っても現状ね、裏奥長みたいに攻防魚力のダンジョンが多いからという理由もあったりするんですが、 環境になっていていこのリーダースキルということであれば、えー、これからも活躍できる性能は高いかなと思うんですけどもちょっと現状だとねやっぱり黒飛びと無一郎にはちょっと影がねあのー、薄くなってしまっているようなあの2人には勝ててないというようなリーダースキルという表現になっていますがそれでもね 10強いと2 w 4つにね、上限50億、6回除生成、泥強が弱いわけないですからね。まあ武器に関してもこんな感じでチーム h p 2ウェイに指3つ持ってくれていて、火力も漏れて HP モ漏れて指も伸ばせて3ターンチェーンもあるということで、非常に武器も強いキャラになっております。まあリーダー武器ともに優秀なキャラということで、今回第4位にうずいてんげんランクインです。さあ次行きましょう。さあ続きまして、第3位はこちらになります。はい、カンロジミつりですね。 ま、まず、えっと、バインドスキル3に3ターンチェーン持ちのキャラクターで変身後がね、10強5つ操作化体制で火力も出せます。はい。スキルがね、1ターンルーレット1個生成に回復2倍、4ターンダメージ軽減が4ターンで出てます。軽減ループでも使えて、ルーレット生成回復2倍あるのもめっちゃ偉いですし、リーダースキルは指15秒固定で、非光同時攻撃でダメージを78%軽減攻撃力が32倍、2コンボ化3固定1ダメージ持ってます。指延長に軽減あって火力出すってコンボ化3固定ダメージある。 弱いわけないんですよね。弱いわけがなくて。まあ、さっき紹介した渦井天元と合わせると、リーダーとしても活躍してくれるし、あとはね、ルーレット生成回復2倍4ターンダメージ軽減のおかげで、軽減ループにルーレット回復エン,ハンスでも使えるので、非常にスキルも優秀なキャラになっております。はい。で、まあ、ジュミツリ非常にキャラも強いんですが、やっぱ評価すべき点は武器で、スキルブースト2個にドラゴン、悪魔キラー、ヒドロキオプラス、光ドロキオプラス、イビエンチプラス持ってくれてます。なので、まあ、キラー2種にね、ドロキオ4つにスキブ2個でね、しかも3ターンチェーン持ってる武器っていうのが非常に強く まあこのねキラー武器は多分もうずっと使えると思いますこれからしばらくカンロジミせる武器はもうかなり見る機会が増えると思いますそのぐらい武器だけでもね将来性が高いキャラなんですが現状リーダーとしてもサブとしても将来性高くてまあリーダーとしては別にね現状が最強なんですけどサブとしても将来性全然ありますし武器に関しては間違いなく将来的に使えるキャラなんでまあ1体持っておければ勝ち組なのは間違いないと思いますという感じがカンロジミせれでしたはいまあ、こちらはね第3位ですさあということで残すところ2体となりました第2位いきましょう さあ、ということで、第2位はこちらになります。はい、赤座ですね。まあ、とはいっても赤座は、現状、裏オークションにおいて接待がすごいので、第2位という感じになっております。はい。まあ、えっと、スキルブースゼロこの25単変身っていうね、変身絶望的なキャラなんですけど、変身後は7強プラス5色攻撃4つ、インの角ガドベル封印指、バインドボイス持ちで、カレコ千33,878と、すごい攻撃力してますね。はい。 で、まあ、スキルが上限70億ロック解除に、6色を三骨生成が2ターンで打てるので、やっぱこの生成も強いし、上限70億もあるし、しかもリーダースキルも HP2.5 倍、半減固定500万ダメージ、攻撃回復4倍に攻撃13倍ということで、まあ、HP2.5 倍、回復4倍半減として強いのに、火力52倍、固定500万円で、とんでもないリーダースキルをね。で、回復力も高いんだけども、コンボ加算はないんだけども、やっぱ火力がとにかく高いので、 ま、このね、上限解放スキルが強いと。しかもガドブレがね、めっちゃ強くて、今、裏奥町って防御力が20億、30億あるんですよ。 だから必然的に赤座の評価も上がって今回第2位となっております。もう武器として使うことはあまりないと思いますが、もう非常にキャラ性能が優秀なキャラということで、もそれだけで赤座はずっと使えると思います。ということで第5位は、えー、多色最強裏奥長無双キャラということで、当然第2位に赤座ランクインです。しかもあの今までのキャラと違って差別化できてるのもいいですね。今までのキャラってこれでよくねって言われるキャラ結構多いんですけど、赤座ってこれでよくねがいなくて、赤座じゃないとダメなんですよ。 例えば渦井天元とか彼女見つけて言うとそれ黒飛びでよくねとか無一郎でよくねとかってなっちゃうんだけども赤座って赤座じゃないとダメなんですねっていうところからして内容も聞かないリーダーということで非常に優秀なキャラということで第2赤座ランクインですさあということで残すところ第1話していきましょう まあもう第1位は言うまでもなくね、無一郎ですね。皆さん引けましたでしょうかまあスキブさん32ターンでね、2ターンヘイスト変身してくれて、10強5つ無効貫通で軽く出せます。まあスキルもね、もう何回も言ってますけど、上限70億、6コンボカさん、6解除、水切以外、急骨生成3ターンが強すぎですね、これ。 本当に強いです。確定で無効貫通を決めるからね。しかもリーダースキル指12秒固定、ダメージ軽減攻撃50倍固定1000万に水の HP1.2 倍持ってます。1.2倍激減に攻撃50倍固定1000万ある時点でリーダースキルも強いし、覚醒も強いということで、まあ、とりあえず無一郎はもう使っておけば間違いないキャラですね。まあ、しばらくの間無一郎を超える環境キャラっていうのは出ないと思っていて、まあ、少なくともあと3ヶ月ぐらい、あ、ま、あでもワンチャン来月 12周年キャラがパズドラを壊す可能性はありますけども、現状、まあ、少なくともそこまでは環境1位確定だし、まあ、そこまでのキャラを運営が配布キャラで出すとも思えないので、まあまあまあ、多分ん、無一郎は、まあ、しばらく環境を守り抜くと思います。武器もスキブ、十強、チーム HP、とロ強烈、v 延長に3ターンヘイスト武器になっていても、リーダースキルとしてもう武器ともに強すぎなんですよね。 とりあえず玄関今日無一郎持っておけばいいよという視点でも当然ながら第一です。あっきり言って僕無一郎はましばらく絶対超えれないと思います。これは。 そのぐらいやっぱ性能が強くてぶっ壊れてると思うので、まあ現状環境最強1位誰ですかって言われたらもう当然ノータイムでもう無一郎って僕は答えます。まああの、最強リーダーランキングももちろん無一郎が圧倒的1位で、あの絶対にね黒飛びとか渦井天元とかが超えることは100%ありえないんですけど、まあ強いうなら赤座だけは差別化されてるので、無一郎と赤座が差別化されて環境1位2位って感じになるんじゃないかなとは思います。まあという感じがね、現状の僕の鬼滅のはトップ5の評価でした。マジでまぁ無一郎引けた人はね、これからパズラ楽しんでいきましょう。引けなかった人も もね、あのフレンナさんに借りればねジグン2体カリドラでリーダーはタスミヤマツみたいなことも十分強かったりするんでぜひそういうのもね使ってみてください、まあ、また無一度の動画今日この後動画投稿するんでご覧くださいということでぜひねこの動画参考になった人はチャンネル登録高評価お願いしますご視聴ありがとうございましたバイバイ